どうもこんにちは、ゆきちかです。今日もやかんないやっていきたいと思います。今日は甲子園決勝戦で全然戦っていきましょう。よろしくお願いいたします。やっていきましょう。よし、長いこと言えた。前回ですね、少しお話ししたこと、今回も少しお話ししようかなというふうに思っておりますので、よかったらこの後も動画見ていただけたらなと思います。よろしくお願いいたします。な感じで履歴書を買い漁りまして、210連勝中だって。こんな勝てたんだ俺。へえ、400勝したのは見たけど210連勝もしてたんだね。前回勝ったここらしいです。行きましょう。村松さんかな。村松さんで行きましょう。1番で未来を切り開いていきたいと思います。行きましょう。しゃがし、明日を切り開き、未来を切り開きに行きます。甲子園大会決勝戦でございます。もしよろしければチャンネル登録、高評価してください。よろしくお願いいたします。村松さん、かましてやりましょう。てな感じで、今回甲子園決勝戦、よかったら皆さんチャンネル登録、高評価してコメントしてってください。よろしくお願いします。総合戦力、強いね。なかなか強いね。まあ強くても俺は関係ない。もうそういう強い相手に俺は勝ってきた。だから俺はいっか。間違えた、間違えた。センター返しの予定だったんだよ。センター返しの予定だったんだよ。よいよいよ。オッケー、ツアー三塁。これはチャンス生かさなきゃ。誰出てるの、梶本か。これは三塁は生かさないと。ワンアウト三塁だったんでしょ多分。ってことは点取れないのはまずいから1点取ろう。1点取ろう。1点取れなかった。セーブ。惜しい。一度叩きつけた方が面白かったかもね。3点取ったー。でけえ、でかい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 。誰誰、オッケー。佃ホームラン、佃ホームラン。三浦もホームラン。1年陣頑張ってるね。いいよ、1年陣かましていこうぜ。1年陣村松さんも1年でしょ。1年の波に乗ろうぜ。オッケー、これが1年生です。走れ村松さん、走れ。オッケー。で中郷と急成長を使って背中していきます。センターで返します。よう、あー、まあ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 、どうもいける状態で、次つくだ。うんと熱血使います。背中していきます。もう一本ホームラン打ってほしいな。オッケー、繋いだ繋いだ。いいね、つくだ、いい繋ぎで4番の小久保さんに託すと。4番の小久保さんに託すと、うんと一回走ります。オッケー、ナイスラン。で小久保さん、球場の思考を使ってセンター返し、決めちゃいまい。オッケー、いった。リースリーズ投資ハイスクール、オッケー、ゴーン。で先ほど少し お伝えした話したかったお話なんですけど、前回も少しお話ししました入学生のお話でございます。佐藤輝明選手だったりとか落合選手だったりとか、いつもご要望いただきまして本当に嬉しい限りなんですけども、今ここで佐藤輝明選手と、か落合選手とか谷繁選手とかを取りに行くのもありなんですけど、ここで今やりに行くと一つ弱点がございまして、この1年トリオですね、外野手1年トリオいるじゃないですか。この佃だったりとか村松さんだったりとか、ここら辺をですね、中郷か、あと中郷たちをですね卒業させたら、この高校実況終わりにしようかなというふうに思っております。多分そろそろキリがいいところに来ておりますので、この代が終わったら終わりにしようかなというふうに思っております。多分卒業式までやって終わりかなっていうふうに思っておりますので、卒業ができないんですね。卒業ができないってことはですね、あんまりキリが良くないじゃないですか。なので私はできるなら卒業させたいっていうのもございまして、新高校にて採用させていただこうかなというふうに思っております。なのでちょっと新高校でまた皆さんよかったらリクエストいただいて、リクエストなければまあ自分の方で覚えてる限りでやっていこうかなというふうに思っておりますので、皆様またよければリクエストとコメントですね、ぜひいただければなと思います。今回に限ってはそれだけお許しいただければなと思いますのでお願いいたします。多分次回の入学式の動画、少しそちらの方お話しすると思うんですけども、なんかまあせっかくなんでコメントしたのに俺の選手いられてないんだみたいなのがもしも思った方がいらっしゃれば、今回の話を思い出していただけたらなと思います。よろしくお願いします。なんかせっかくだから引退させたいじゃん、3年までやりたいし。ただ多分3年までやってるとね、終わりどころが見えないんですよ。もうでもう今回パワープロ2020に始まるからさ、今使いどころじゃねえわ、ここじゃない、ダッシュで使えばよかった。そうパワープロ2020に始まるからさ、そのまあ終わらせるならこの時期かなと思ったので、まあ、ここで切ろうかなというふうに思ったんで、そういうふうに決断をした次第でございます。よろしくお願いします。でまあただ普通にスカウトに関してはやっていくし、
なんかご要望あれば言っていただければその通りのことに関してずっとやっていき続けますので、ぜひぜひコメントをしていただけると嬉しいです。お願いします。なんかこの間あのコメントいただいてさ、あの守備が内野手の育成困ってるみたいな、でなんかあのコメントなんで万能にすればいいじゃんみたいな書いてた方、書いてくださった方もいらっしゃったんですけど、あんまり万能すぎじゃないんですよね俺。万能はあのしてる選手いるじゃんっていう風に思うと思うんだけど、万能は最後のもうオールAになってから全部の能力上げたい時にしか使わないと思うし俺基本。あとはあのあれだね、1年からもうこの子使わないからいいやみたいな、ここにしか多分使ってないと思うよ俺。警察崩れで OK、 1点でかい、この1点はでかいぞ。そう、多分そういう時じゃないと俺使ってないと思うよ。だからあんまりおすすめはしないね、あんまりね。万能はできるならとりあえずあの守備とか補給とかもう最低限上げて、そこから先まあどう上げようかなっていう風に考えていただいた方が能力的には綺麗に上がるんじゃないかなっていう風に思います。これプルヒついてるからもう一伸び足りんかったわ。プルヒがついてなければ、プルヒがなければ、そしてここは完璧に俺のミス、背中が先使ってなければ、どん前だったね。草野、OK、うまい、まあ、背中がなくても結果良かったってことで、結果オーライ、オーライ、結果オーライ、ライライライ、センター返しでいきましょう、村松さん2割8分、止め、多分ただ野手育成とかさ、ピッチャー育成に関しては、俺の育成の仕方を見てれば、多分わかるんじゃないかな。本当に多分 D とかぐらいまでしかコントロールとか上げてないと思うよ、まずは。で、多分人基本変化球中心じゃん。で、多分コントロールも140、コントロールじゃないや、球速も多分140ぐらいまでしか基本上げてないし、そっから先は、まあ、好きなように伸ばせてもらえたらなと思うんですけど、あとは守備陣ですよね。守備陣に関しても基本、まず守備 C だったりとか、多分外野手に関しては D ぐらいまでしか上げてないんですけど、基本 D とか C ぐらいまで上げて打撃能力と走力を上げていくっていう風な感じの育成方法を誘っておりますの で、 で多分それでそこそこ勝ってるってことは、そんなに別に俺再試合リセットやってるわけでもないし、そんなにてか多分再試合全くやってないじゃん。だから多分育成法としては間違ってはないんじゃないかなっていう風には思ってる。まあそんな感じでございまして、なんかゆるゆるーと今回やりましたが、次回入学式でございます。よかったら楽しんでいただけたらなと思います。とりあえず1で止まって次回観戦で使って適当にやっていきたいと思います。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。また。